マーノ東島から望むカニシ中心市街地カニシは、岐阜県中南部の木曽川南岸に位置する市であり、日本の三大都市の一つである名古屋のベッドタウンである。歴史的には、織田信長の家臣であった、明智光秀、森成都市の生誕の地で、それら家臣に仕えたカニ吉長が、槍の名手として活躍したことでも知られる。また、織田信長の聖母である、土田御前の生誕の地でもある。 7世紀初めから、美濃焼きの作刀が盛んで、荒川豊造を筆頭として、人間国宝が複数人活動したことでも知られている。花フェスタ95岐阜の開催後からはバラによる国際交流も行われている。自然と歴史と美術に恵まれた町である。当該地域では、中世までに、長塚古墳や二郎米塚一号墳などの古墳の、混流、美濃国の成立。 織田信長の聖母である、土田御前の生誕、明智光秀や森成都市の生誕、篠焼の発祥など、日本の歴史として重要な出来事が起きた。その歴史の中で多数の村が形成され、農業を中心とした産業が営まれたほか、良質な粘土が豊富に存在することから、一部では、身の焼きの作闘も行われた。1868年の明治維新以降は、 国民国家としての体制づくりが行われ、1879年に複数の村をまとめたカニ軍が発足し、明治、大正期は、軍役所、旧制中学校、警察署が置かれた三宅町が、カニ軍の中心を担った。カニ軍では、茅場製作所の岐阜南工場の土田村への誘致を、契機として工業化が進展した後、昭和先行期の住宅開発によって人口が、 急増した。1955年に、カニ郡の村の一部が合併して、前身のカニ町となり、1970年代より、愛知県と岐阜県の県境付近のカニ町西部や、田治見市と接するカニ町南東部を中心に、住宅開発が進展したことで、さらに大幅な人口増となった。1982年の市政施行で、カニ市に移行し、 平成の大合併時に金山町を編入したことで飛び地のある市となった。カニ市は一般に中納地域あるいは東納地域に区分され、カモと呼ばれる範囲はカニ市とミノカモ市、カニ群、カモ群が含まれる。中納、カモの枠組みでは歴史的流れからカニ市ではなく隣のミノカモ市が中心都市となった。近隣都市の中では田島市に次いで人口が多い。 地理的条件から名古屋市のベッドタウンとなっている。開発が進んだ21世紀以降も東部の丘陵地は山林となっており、古くからの自然環境と信仰都市としての側面を合わせ持った町といえる。伝統工芸として、美の焼きが盛んで市内の至るところに窯が存在している。小中学校にも電気用が設置されている。トヨタ自動車のお膝元として、 自動車部品メーカーの工場が多数存在し、広大な工業団地も存在する。1995年に花フェスタ95岐阜が行われた際に、世界最大級のバラ園が整備され、開期後も花フェスタ記念公園として常設されたことで、国際的に花の街としても知られる。戦国時代の武将、明智光秀については2020年の NHK 大河ドラマ、 キリンが来るの主人公として取り上げられ、気候の第1回ではガニ氏が紹介された。カニの地名や名字はこの土地固有であり、他の地域では難読で珍しいとされる。市を大きく、東西に分けて、今渡りや広見などの東部を、東、カニ、土田や片タビラなどの西部を、西カニと呼ぶことがある。また、東カニには、金山地区を含めないことが多い。 鳩吹山から木曽川を望む。川を挟んで、奥は、大田盆地。木曽川橋下西中心部周辺の空中写真。1987年撮影の4枚を、合成作成。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成。岐阜県の中南部、木曽川南岸に位置し、岐阜市及び、 愛知県名古屋市から約3 0トルほどの距離にある。カニ盆地と呼ばれる盆地を市域としており、北部を除く三形を丘陵地が囲む。市域の南部が内側に入り込んでいるため、全体として逆大型となっている。カニ市に隣接し四方を丘陵地に囲まれた完全な盆地である田地見市とは異なり、比較的北西に開けていることから、美ノカモ市、三竹町。 川辺町、坂保木町、富香町、石市等と共に、農備平野に含まれることが多い。市の北部は、木曽川が流れ、対岸の大田盆地までおおむね平坦な地形が続く。東部は最高峰である、浅間山をはじめ広く丘陵地となっており、多くのゴルフ場を有する。また、東部の丘陵地には、桜ヶ丘ハイツなどの住宅団地もある。 南部は田治見市と愛知県犬山市に隣接し、ニュータウンや工業団地が広がっている。西部の丘陵地は西カニ駅を中心としたニュータウンとして開発が進んでおり、市で最も人口が多い地区になっている。北西部には鳩吹山がそびえ、その麓では市を横断するカニ川が木曽川と合流する。平成の大合併の際に、 カニグミタケ町及び金山町との3、市長合併構想があったが合意に至らず、金山町の水戸の合併となったため、金山地区は三タ町を挟んだ飛び地になっている。山地下線カニ市の気候は比較的温暖であり、夏季に雨が多い表日本式気候であるが、盆地にあることから気温が上がりやすく、若干内陸性気候の様相も帯びる。降雪は、 ほとんどなく、年に数回程度である。岐阜県の東農地方を中心に、中心予前期から中期に堆積した水波層群と呼ばれる地層が分布しており、カニ、ミノカモ地域では、下層から、蜂チ類層、中村類層、平木類層の3層に区分される。このうち、平木類層からは哺乳類の化石が多数、発掘されており、平木動物群として知られている。 主な化石としては、カニサイ、ヒラマキウマ、ゴンフォテリウム科の像などである。また、中村類層には多くの活炭が含まれており、戦前から戦後にかけてアタンとして盛んに採掘された。水波層群の地層には加工しやすい砂場石と呼ばれるものがあり、昔はそれを加工して土蔵を建物の基礎石、室、かまど等を作り利用していた。 現在はほとんど利用されなくなったが、室などは残されているところもある。国の史跡である、長塚古墳古く有史以前から集落が存在し、地域には、国の史跡に指定されている、長塚古墳や、県下最大級を誇るジロベ塚ツカ墳を、はじめとした多くの遺跡や古墳が存在する。また、弥生時代から近世にまで至る柿体石からは、古墳時代に行われた。 大規模な河川工事の跡が検出された。和王権との関わりも古く、日本書紀によれば、慶光天皇4年に、慶光天皇が美濃に行行した際に、現在もくくり地区に史跡が残る英宮を、カリミアとしたとされる。その際、スジン天皇の巫女でこの地方を支配していた、安坂入彦命の娘安坂入姫命を見染め、こうにしたと伝えられる。律令成果ではこの地域は、 美濃国に属した。アスカ池工房遺跡からは、アスカ時代の出土品として、美濃国家辞表くくり50個と書かれた木簡が見つかっており、古くからこの名称で呼び習わされていたことが判明している。名称の由来は定かではないが、金、神など、他の漢字から転じたとの説、古代に地域を開拓したカニ氏に由来するとの説、などがある。七世紀頃にこの地方に、 末えきの製法が伝えられると、近隣の田嶋見市域や土市域などと同様に養業が発達した。これが、美濃焼の原型で、経路となっていた東山道の街道を通って、日本各地にもたらされた。鎌倉時代に入ると、源氏一門の大内これよしが、美濃守るとして就任するが、これよしなき後の1221年に、上級の乱が勃発するとその子門美信は、 言葉違法に組みした。これの部は、畜後有長、カス、薬クキラと共に二千機を買って木曽川北岸に布陣し、幕府方と大井戸渡しで戦闘。しかし武田の光貴ら東山道軍の大軍に敗れ、大内氏は滅亡した。その後、美野は、北条氏らの支配下となった。現行の乱により、鎌倉幕府が滅びると、足利高氏に従い先行を挙げた、時寄りさだが、 ミノ国志語となった。以後戦国時代に入るまで、時氏が代々ミノ国志語となり、カニシーキも時氏の士族の支配下となった。主なところでは後に、明智光秀を出した明智氏をはじめ、瀬田氏、羽崎氏などが挙げられる。応仁の乱後には、東山道が通う、交通の要所であるとともに、天然の要害である盆地に位置していることから、軍事拠点にもなっていた。 鳥峰城や大森城をはじめ多くの城がこの時期に築かれている。またこの頃には、東山道の宿場として土田塾が成立しており、木曽川の渡し場が置かれていた。信長の故障として知られる森成都市。森氏は金山城を拠点として一帯を支配下に収めた。森氏は第六代目の宇治清が室町時代初期に時氏の悲観となって以来、 代々時氏に仕えていた。しかし、第15代目のかなりの第2、時氏は斎藤道蔵に追われて没落したため、以後は織田信長に仕えた。1565年、美濃を制圧した信長は、武功のあったかなりに鳥峰城を与えた。かなりはこの城を拡張して、金山城と改名し、東農への拠点としたが、1570年の浅井市、 朝倉氏との戦いの最中に戦死した。家徳を、次男の長吉が継ぎ、生徒しら弟たちと共に、信長に従戦した。1582年の本能寺の変により、信長と弟たちが没したため、長吉は、領地として与えられていた品の海津城から退去し、金山城に帰還した。しかし、苗木城の遠山友忠が、美濃の諸将と内容して、 長吉打倒を掲げたため、長吉は、橋場秀吉を後ろ盾として対抗した。長吉は、大森城の奥村元広やくくり城のくくり、雷郷など敵対した諸将を、次々と制罰。翌年には、苗木城を攻めて、東山友忠を追放し、蟹地域を含む東農一帯を支配下に収めた。長吉は1584年の小牧、長久手の戦いで戦死し、 森氏の家徳は、末帝の忠政が継いだ。秀吉が没すると忠政は、徳川家康に接近し、1600年に家康より、品の国川中島13万7500国を与えられた。関ヶ原の戦いでは、徳川秀忠の軍勢に属して、第二次、上田合戦に参戦している。戦後、その功績により森氏は、三まさか津山藩に家造天保となった。 安土桃山時代中には、くくり地区で、篠焼きが発祥した。かつて篠焼きは瀬戸が産地であるとされていたが、1930年に、荒川豊蔵が、くくり王家や無太道の雇用跡で、篠焼きの東辺を発掘し、この地で生産されていたことを実証した。関ヶ原の戦い後、地域は、尾張藩領と幕府領、千村氏をはじめとする尾張藩に属するくくり級。 人衆の領地が混在するようになった。また、金山城近辺には、武蔵松山藩より、松平忠頼が転付されて、金山藩が成立した。しかし、翌1601年、松平忠頼はさらに、東東海浜松藩に加造転付となり、金山藩は成立後わずか1年足らずで廃藩となっている。その後の1604年、小早川秀明の過労であった。 平岡頼勝が家康に登用されて、市域内に一万国が与えられ、徳野藩が成立した。頼勝は、美の軍隊となり、陣屋として、徳の陣野陣屋を築いた。しかし、この第二代藩主、平岡来輔の晩年から、家徳争いが発生し、後継の使命がないまま1653年に、大主は世を去った。死後、幕名によって、徳野藩は、海域。 廃藩となった。江戸時代の突起すべき事項として、塩村におけるキリシタン弾圧が挙げられる。幕府は、島原の乱以後キリシタンの取り締まりを強化していたが、1661年、塩村にキリシタンが多数存在することが発覚した。そのことを知った漁師の林権左衛門は、尾張藩主、徳川光友に捕獲を依頼し、信者24名が捕らえられた。 これを端緒に、オアリ藩の各地で、キリシタンが露見し、千人以上の大検挙へと繋がった。塩村ではこの後の1697年にも、34名が検挙されている。また、土田では、幕末期の1819年より、ビードロの製造が行われた。これは、長崎でビードロの製法を学んだ、石塚岩三郎が、故郷の下佐への帰との途中、 土田の娘と結ばれたことが縁となってこの地で製造を始めたことに由来する。石塚岩三郎が営んだビードロ屋は、現在の石塚ガラスであり、東海地方におけるガラス製造の発祥となった。基礎街道69時のうち大田には、当時の大田の私の様子が描かれている。この時代には、東三道が中山道として整備され、当初は土田塾もその宿場に指定された。 しかし基礎川の流れが変化したため渡島は上流に移動し、大田の私が整備されて使われるようになった。それに対応して対岸に大田塾が新設されたことで、土田塾は重要性を失い、1694年に伏見塾と代替する形でハイヤードになった。ただ完全に機能が失われたわけではなく、その後も名古屋城下から、 大田の私までをつなぐ上街道の一宿場として、細々と存続したようである。一方で、大田の私には、田嶋街道や時街道も接続し、年具米や、身の焼きなどを運ぶ人々が多く往来した。この時代の運送は、水運が大きな役割を担っており、上流の金山港と共に栄えていた。流れが速い大田の私は、中仙道の難所とされ、孫歌に、 木曽の架け橋、大田の渡し、薄い峠がなくばよいと歌われた。明治維新後の廃藩置県により、地域は岐阜県に含まれ、1889年の町村政、施行時に、地域には一丁七、村が発足した。1900年に、中央再選の名古屋田地美館が開通すると、物流は木曽川の水運から鉄道を利用した陸運に変化していった。それを受けて、 明治末期より、平井の武郎らが中心となって、田治見から広見を経由して、三たに至る鉄道路線の建設が計画された。鉄道は、大正年間に完成し、当初東濃鉄道によって運営されたが、後に一部は国有化された。昭和期に入ると、広見駅が移転されるとともに路線が拡大され、現在の大田線、名鉄広見線の路線とほぼ同一となった。 大田の私跡吹きにより大田橋を望む。中央左手の橋の陰に日本ライン下りの乗船場が見える。1927年に大田橋が完成したことで、長年利用された大田の私は役目を終え、変わって木曽川には1939年に今渡りダムが建設された。運輸の中心が陸運に移行したことで木曽川は、 日本ラインと呼ばれる観光地としての性質を強めた。太平洋戦争が勃発すると、隣町の三竹町を中心地として、瀬田地区、柿田地区などでアタンの採掘が活発になり、鉄道や街道を通って運ばれた。また、軍事工場として土田村に、茅場製作所が誘致され、1943年より生産が始まった。当時茅場製作所は、 軍用機の油圧足の約80%を生産しており、地域では初めての本格的な機械工場であった。その他戦争末期には、地域西部の丘陵地にて、三菱の地下軍事工場の建設が始まったが、これは完成を見ることなく終戦を迎えた。燃料調達が容易であり、街道、鉄道といった運送網が存在したことから、この地域は、 日本軍の生産拠点として位置づけられていた。しかしそのために、しばしば空襲の標的にもなり、各見が原空襲の際にも攻撃を受けている。1952年に、日本初のロックフィルダムとして完成した、オブチダム終戦後の物資の不足により、アタンの採掘は衰えるどころか逆にますます盛んになった。1952年には、オブチダムが完成し、 日本で最初に完成したロックフィルダムになった。1955年、昭和の大合併の中で、今渡り町、広見町、土田村、く久り村、平木村、春里村、片平村が合併し蟹町が誕生した。後に、三竹町及び木治村のそれぞれ一部を合併し、現在の県産を除く地域が定まった。高度経済成長以降、 石油が燃料の中心となっていたことで、アタン採掘は急速に衰退していった。一方で戦前からのカヤバ工業を中心とした製造業は発展し、1957年には名古屋パルプ、1974年にはカニ工業団地と相次いで大型の工場、工場用地が完成している。また、給料地を開拓し、ニュータウンを造成したことで、カニは 名古屋にほど近いベッドタウンとして注目されるようになった。1970年代以降西部、南部を中心に人口が爆発的に増加し、1970年には3万人に満たなかった人口は10年後には5万人を突破した。人口の急増を受けて1982年に蟹町は市政を施行し、全国で650番目、県で14番目の市として、 カニ氏が誕生した。以後もカニ氏の人口は鈍化はしたものの増え続け、カモの拠点都市として発展した。1989年には、県で推し進める花のと岐阜運動の中心拠点として、県営カニ公園付設予定地に花トピアがオープン。後に、県営カニ公園は、花フェスタ95オ岐阜及び花フェスタ2005岐阜の開催地となり、大勢の人手で賑わった。 2005年に金山町を合併したことで10万人を突破したと市は交渉している。中でも近年は製造業への就労を目的としたブラジルやフィリピンなどの外国籍住民が増加しており文化の違いにより発生する様々な問題に対処する必要に迫られるようになった。他国籍住民と交流を深めるため様々な国際交流イベントが開催されている。 21世紀を目前にして、中心市街地近郊の広見、下江戸、坂戸の水田と森林が次々と商業地域に置き換えられた。その結果として、カニ市の日常生活は激変した。1970年代までは、個人商店かスーパーマーケットしか存在しなかったが、1981年にカニ市最初のショッピングセンターとして、ショップランドカニが開業し、 続いて1985年に長崎や日本ラインカニ店が開業した。その後、1997年に開業したカニショッピングプラザパティを皮切りとして広大な屋外駐車場と立体駐車場を併設する大型ショッピングセンターが複数建設された。利便性の高い商業施設が揃った2000年代以降はディスカウントストアの開業が顕著になり、 中心市街地では老朽化した建物の建て替えが進んだ。歴代主張出展、平成27年度カニ氏の統計いじめを防止し、時代を担う子どもが健やかに成長することができる環境は、社会全体で取り組むべき重要課題であるという考えのもと、いじめの防止のための施策を総合的に推進していくため、全国で初めて、 子供のいじめ防止に特化した条例を2012年に制定した。子供たちが安心して相談できる窓口の設置や教育評論家の補おきによる講演会や学校への訪問なども行われている。地域の支え合いの仕組みづくりと地域経済の活性化を目的に市民、事業者、行政がそれぞれの役割を担い一体となった支え合いのサイクルの仕組み。 地域支え合いポイント制度の対象ボランティア活動を行った方にポイントを付与し、たまったポイントは地域通貨、K マネーと交換できる。K マネーは市内の協力店で使用できる。協力店は金融機関で換金する際に、換金額の1%を社会貢献協力金として負担し、社会貢献協力金はこの事業の運営財源に充てられる。 市内の全公立小中学校を対象に、2014年度は中学校、2015年度は小学校の普通教室にエアコンを設置した。カニ警察署カニ市子,子育て健康プラザ、マーノカニ市立図書館カニ郵便局1965年にカニ町消防本部消防署が設置され、1970年に一市七町村でカモ消防事務組合が設立された際に、 南消防署と解消した。この他、移動図書館、ひまわり号が市内を巡回している。ALA という愛称を持つか西文化創造センター、ワクワク体験館海外国内、カニショッピングプラザパティオピアゴカニ店、パレマルシー西カニ店名古屋市まで、名鉄電車の利用だと1時間かからないため、ベッドタウンとしての要素が大きいが、市では自動車産業が盛んであり、 自動車部品の下請け工場が数多く存在する。このため外国人労働者も多く、外国人登録者数は5%を超え、隣接する美濃加茂市と共に国際都市として知られる。放送局岐阜県立蟹高等学校、内は出身小学校を表す。JR 蟹駅と名鉄新蟹駅市の南北を JR 大田線が、東西を名鉄広見線が貫通する。 両線が交わる JR ニ駅、名鉄新カニ駅が市の中心駅だが、2015年頃までの乗降客数は、ニュータウンと名城大学カニキャンパスに近い名鉄の西カニ駅が多かった。しかし、名城大学の移転に伴い、西カニ駅の乗降客数が減少し、現在では新カニ駅の方が利用が多い。蟹駅、または新蟹駅から JR、 名鉄のいずれを利用した場合も、名古屋までの所要時間は約1時間であるが、運行本数や乗り換えも、犬山で一部特別車特急を待つため急ぐ場合は、乗り換えが必要となるの関係から名鉄を利用した方が早い場合が多い。また、近年では、中部国際空港の開港に伴い、新加入駅からも直通の特急、ミュース会の運行が朝に行われるようになり、 また2008年12月27日のダイヤ改正で、昼間時間帯の名古屋方面直通電車が、従来の高は、宇都宮行きから、中部国際空港行きに変更となった。市役所は、蟹駅、新蟹駅から、多少離れており、北東へ徒歩10分程度。東鉄バスの路線バスと、蟹市のコミュニティバス、サツキバス、タクシー車両を使った、コミュニティバス、 電話で予約バスが運行されている。また、廃線になった名鉄八尾津線の代替として、八尾バスが、明智駅から八尾津町まで運行している。遠隔地へは、名古屋方面への都市間高速バスのほか、2006年より、新宿駅の長距離高速バス、中央ライナー、カニ号が1日2に,に往復している。コミュニティバス路線バス都市間バス高速道路、 カニミタケインターチェンジ2005年に東海環状自動車道が開通し、市内唯一のインターチェンジとしてカニミタケインターチェンジが開設された。近隣には中央自動車道の小牧東インターチェンジ、田治美インターチェンジ、時インターチェンジがあり、現在でもこちらを利用する機会も多い。国道市内を走る三本の国道はいずれも古くからの街道であり、歴史的経緯からいずれも 木曽川周辺で交わっている。県道金山城市天竜寺かなり寺小森神社、河合城戸塚一号分、蟹川下流域自然公園の片栗群聖地。ありがとうございます。